米ぬか発酵物とは、米を精米した際に、白米の副産物として得られるぬかを発酵させた、ものである。主成分はぬかであり、一般的には、肥料となるほか、一部の成分が、機能性食品として検討されている。米ぬかを発酵させたものは、肥料として利用することができる。米ぬかの肥料要素、窒素、リン酸、カリの比率は、 2.12、4.76、1.07であり、バランスは良いが、含有する、脂肪等の分解により、異臭を発したり、有機酸が発生するため、一般に、油かす、腐葉土、木炭、もみ殻等と混ぜて発酵させることにより、ぼかし声として摂取することが多い。米ぬか及びその発酵物の土壌への添加により、線虫由来の病害が抑制されることが、 経験的に知られていた。これは、米ぬかの発酵菌を呼び、発酵により生成された物質が、線虫に対して有害であるためであり、ラブダイテスタークラ、パネグレレス SP、メロイダージョンインコグニータの3種の線虫を用いた、実験では、プソイドモナス属、アクロモバクター属細菌による、発酵物が、線虫に対する高い殺性を持つことが、確認されている。 米ぬかは、精米時の副産物ながら高い栄養価を持つため、食品原料、加工原料、食品そのものとして利用される。ぬか漬けは、米ぬかに、塩、唐辛子等を混ぜ込んだものを乳酸菌により、発酵させ、野菜を漬け込んだもの。米ぬかを、ラクトバシラスブレビス等で発酵させることで、ガンマアミノラク酸の製造原料となる。これはラットを使った試験では、 高血圧の症例改善に効果があるとされる。米ぬか発酵液には、放射性各種を特異的に吸着、排出させる成分は含まれておらず、それぞれが蓄積される部位は、研ぎ汁発酵液や、それに含まれる菌類が通過する腸管からは、隔絶されており、吸収された核物質を吸着することはできず、それらを排出、無効化させる効果はない。さらに、 米ぬか溶液は、一皮不上剤菌の生育が早いという報告がある。厳密な衛生管理の下で発酵に適した菌の摂取等が行われない限り、以下のような菌による腐敗が発生しやすい。病原性を持つものも多く、例えば黄色ぶどう球菌は、食中毒、肺炎、髄膜炎、肺血症といった感染症を引き起こし、肺炎肝菌は、名前の通り、 肺炎を起こす。また、エンテロコーカスフィセウムのように、抗生物質耐性が高いものに感染した場合、難治性の肺炎等に罹患する可能性がある。これらはしばしば重篤となり、死亡することもある。放射性要素対策には、要素剤、放射性セシウム対策には、プルシアンブルー、放射性ストロンチウム対策には、 アルギン酸ナトリウムの内服が有効とされている。また、チェルノブイリ原発事故後の報告で、リンゴに含まれるペクチン摂取により放射性セシウムの体内の濃度が減少したという報告があり、今後の研究が待たれる。ありがとうございます。